鬼怒るかどうかをチェックしていくコーナーとなっております。まあ、でも私優しいですからね、普段寛大ですしね、うん、そうですね。なのであんまりちょっと期待されてるようなことが起きるかちょっと分かんないんですけども、まあでもそうですね、自分に正直に答えたいと思います。そうですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。とぼけないでください。そんなに仕事できる匂いを漂わせて無関係だなんて、しらじらしいにも限度がありますよ。とぼけないでください。そんなにさっさと金を下ろすような匂いを漂わせて無関係だなんて、しらじらしいにも限度。とぼけないでください。でしょうね、そんなにいつものことに。わかります、わかります。はいはい、とぼけないでください。原作は、原作はどこ？この黒い粉まみれの机を見てごらん。これ私がやったんですか？わかります。はいはい、あれが長月先生、現実だよ長月先生。今助けに来ますから。戻そう。よいしょ、私がやったんですね、これ。金を下ろすような匂いを漂わせて。でも仕方がないよ。ごめんね、みんな。鬼飼ってたんだから。とぼけないでください。さあ、私の今視界も真っ青だ。リムゼさん、はい、タイムシフトでご自身の姿を確認していただきたい。以上、怒ってますねのコーナーでした。